日本をかっこよく結び大学石川真理子でございます皆さんご機嫌よろしくございますお元気でお過ごしでしょうか今回のテーマなんですけれども マイノリティとかトランスジェンダーというようなことをね、テーマにしていきたいんですよね。私もカタカナの言葉に弱いので、何のことか最初分からなかったんですけれども、まあ少数派だったりとか、あとトランスジェンダーっていうと、こう、なんていうのかな、こう、女性性とか男性性とか、性の、こう、あんまりはっきりしないというか、そういうような捉え方かなと思うんですけれども、まあそういったね、ジェンダーとかマイノリティ、 といううことに対してども世界に比べて日本はそうしたこう社会的に認められにくいような人たちに対しての理解とか受け入れみたいなのが遅れているんじゃないかなっていうふうに見られている言われる向きがどうもあるなというふうに私は感じるんですよねそれって本当にそうなのかなって思うわけなんです私個人的にはですね そういう意見に対しては、まあ、もうちょっと日本の歴史学んでから言ってみたらいいんじゃないかなっていつも思うんですよね。で、どうしてかっていうと、日本においては、まあ、トランスジェンダー的な歴史ってもう経験済みなんですね。江戸時代まで同性愛とかも普通にありましたし、男らしい女性もいれば女らしい男性もいましたし、大体いい鎌倉時代は女性が甲冑つけて武者として戦っていたりとも、 しますしね。あと、まあ、宝塚とかもそうですけれども、その元かなって思っているんですが、まあ、歌舞伎ですよね。歌舞伎って女型って男性の役者さんが演じてたりとかもするじゃないですか。だから、日本はむしろ、もしね、マイノリティとかトランスジェンダーっていう風に言うのであれば、もうすでにそういった歴史も経験してますよ。世界に先駆けていますよっていう風にむしろ言うべきじゃないかなという風に、えー、私なんかは考えています。で、そうした中で、ね ですね、今回は平安時代の文学で取り替え場や物語についてお伝えしていきたいと思います。 で、この取り替え場や物語って何かっていうと、まさにトランスジェンダー的な物語なんですね。今日のこのお話を学ぶことによって、まあ日本がそもそも多様性な社会であったっていうことを知ることにもなりますし、遅れているという見方もしなくなるだろうと思いますし、またトランスジェンダーに対する反感とかも和らいでいくんじゃないかなっていうふうに思っております。ぜひ最後までご視聴ください。 ください。ではですね、まず取り替え場や物語って何っていうことについて、えー、お話ししていきたいと思います。平安時代後期の文学なんですね。で、作者は不明です。 あらすじについてお話ししていきたいんですけれども結構ややこしいのでゆっくりあのお話ししていきますねで、ゴン大納言で大将も兼ねているような、ま、位の高い男性ですねで、この方に奥様が二人いらしてで、A という奥様は男の子をお産みになったんですそして B という奥様は女の子を産みましたただですね、この男の子は でも、女らしかったんです。で、お人形遊びだとか、飼い合わせだとか、そういうことばっかりして遊んでるわけなんですよね。で、女の子の方は、ものすごくやんちゃで、活発で、男の子の遊びが大好き。もう、蹴鞠をしたりとか、弓をやって遊んだり、あとは漢視なんかを読んだりするというような育ち方をしているわけなんです。 で、ちなみに二人ともものすごく美しい、もう玉のような男の子、そしてもう本当に姫もものすごく美しい、よく似た二人だったということなんですね。で、まあ、男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしくって育てたいところだけれども、まあどうしようかと思ったんですが、まあお父さん、理解がありまして仕方ないから、まあ姉を若君として育てようと。男の子として育てよう。 そして、弟、弟の方を姫君として育てようということになりました。で、このお姉さんの方ですね、若君として育っていきました。で、ちょうど元服する頃なんですけれども、天皇にものすごく気に入られたんですね。 で、美しいですし、活発ですし、何と言っても優美で、頭もいいということで、ものすごく気に入られました。で、そこで、元服して、天皇の侍従として使えることになったんですね。まあ、だから、侍従としてお使いしますから、周りは男性ばっかりですね。で、もちろん自分も男として育ってますから、その男の職場の中に入っていったわけなんですが、そうなって初めて、あれって気がつくわけなんです。 なんか体違うんだっていうことにお姉さんは気がついていく。でももう自分は男として育ったし、男としてこの社会、社会の中にこうお仕事も持ってしまったわけですよね。だからここで悩み始めるんだけれども、いや、もう自分は男としての役割に生きていこうというふうに決意いたします。で、その後なんですけれども、やがてですね、 右大臣の四女、まあ女性ですよね。右大臣という役職の方の四女のお嬢さんと、なんと結婚することになりました。気に入られてしまって。で、その時も自分は本当は女性なんだけどということを隠したまま結婚してしまいましたので、これは女性同士の結婚ということになったんですね。 では、姫君として育った弟はどうなったのかということなんですけれども、40歳の帝には、東宮という28歳の、まあ、息子さんですが、いらっしゃいました。で、どちらもこの姫君を気に入ってしまったんですね。 お父さんも息子さんも気に入っちゃったということなんです。で、そばに飯したいと思っている。で、それはちょっと困りますということで、お父さんはさすがにお断りいたしました。で、この帝には男の子がいなくて、一人娘がいらっしゃったんですね。で、じゃあそれがダメだって言うんだったら、せめて一人娘の 貢献役になってほしい。まあ、おそばにお使いして、姉妹のようにね、一緒に暮らすというのを貢献役と言うんですけれども、そういうふうにしてもらえませんかというふうにお父さんに頼んだわけなんですね。で、まあ、どうかと思ったけれども、お父さんはもうこれ以上断ることができないというふうになったので、この一人娘の姫様の貢献役になっていきました。 つまり、年若い娘に、見た目は女性ですけれども、同じぐらいの男子が後見役としてついたということになるんですよね。その後にですね、それだけじゃないんです。 今度は、一宮という女性にも使えることになりました。で、この場合もですね、やっぱり女性同士として使えているわけですから、寝る時も一つのお部屋の中で、一緒のお部屋で眠ったりするわけなんですよね。ですけれども、ここで問題が起きてしまいました。それは何かと言いますとですね、なぜか、ついにというべきなのか、男性としての本能に目覚めてしまったんですね。弟さんの方が。 で、姫の格好なんだけれども、その一宮と男女の関係を結んでしまったんです。 まあ最初、もう女性と信じて、貢献役と信じていますからね。まあ、男だったということに、市宮さんはすごく驚いてしまうんですけれども、ただ、やっぱりもう、とにかく女性として育ったから優しいし、気が利くし、とにかく自分と気が合うということで、なんかもう自分も黙っていいよ、というふうになっていくんですね。で、二人は恋仲というふうになっていきました。 ここでですね、大きく話を展開させていく一人の人物が登場します。それはですね、男性で最小中将なんですね。この最小中将は大臣の四女、まあ、姉の結婚相手と関係してしまうんですね。 男の身なりをしてるけれども、自分は女性だから、結婚したとしても、妻とまあ男女の関係っていうのは、持つことは当然できないですよね。だから、いつもこう、控えめにして、いや、自分はちょっとそういったことは、みたいな感じで、離れていたわけなんですね。この姉の結婚相手の闘遇は、自分の魅力がないから、夫は、 自分のね、この体というものを求めてくれないのかなみたいな風に思っていたので、この最小中条から求められた時に最初抵抗していくんだけれども、結果的に受け入れてしまったんですね。まあ平安時代はこういったこう関係っていうのはよくあることなんです。で、やがては妊娠してしまいました。最小中条のお子を見ごもったということなんですね。 で、ここまでなら、ともかくなんですよ。話はもっとややこしいことになっていきます。で、この男として育った姉なんですけれども、なんと、最小中条と男女の関係になってしまったんです。もうびっくりな展開なんですけれども、これはどうしてそんなことになったのか、なんですが、まあこの最小中条はね、実は、姫君とした育った弟にも、恋焦がれていたんですよね。 で、もう、恋は全然成就しない。この彼女はちっとも自分を受け入れてくれない。だからせめて、そのお兄さん、まあお姉さんですよね。若君として育った姉の方にえ、話を聞いてもらおうというふうに言ったわけです。男同士だから分かってくれるだろう。まあなんかもしかしたら妹にも私から言ってあげようみたいに中を取り出してくれるかもしれない。なんていうふうに思って尋ねて行ったんですよね。その日がちょうど暑い日でした。 で、尋ねて行ってみると、こう、若い姫君はですね、姫君じゃない、ここがちょっとややこしいことなんですけど、最上中上からすると、その若ですね。若は、ちょっと衣をはだけていたんですよね。で、男同士だから、まあ暑いだろうから、まあ構わんよ、みたいな感じで行ったんだけれども、近づいてってよく見ると、おや、なんか、体型おかしくないか。 ということに気がついていってしまった。でも、お顔は自分の恋焦がれている、まあ、弟さんの方ですよね。姫として育った弟の方にそっくりだから、もうそこで、もう欲情してしまったんですよね。早い話が。で、なんと、それで関係してしまったということになる。まあ、これでですね、ものすごく悩むわけなんですね、お姉様は。どうしようと。自分が女であることがバレてしまった。 で、えー、ここはですね、ただ最上中上と話し合って、やっぱり同僚ですよね。自分たちは同じ職場で働いている同僚だから。まあ、世間のために自分たちはこの関係というものを隠して、そして私はこれから後も男としてこの役割を果たしていくから、とにかくそういうことでよろしく頼みます。というふうに話をつけるんです。 で、まあ、最小中条の方も、まあ、そりゃしょうがないよね、というふうに納得し合うわけなんですよね。ただ、このお姉さん、お子様を身ごもってしまいました。まあ、こうなると大変なことになっていきますよね。で、お姉様の方は非常に悩みまして、とにかく、どこかに隠れて出産して、その後は自分はもう死んでしまおう、というふうに思うようになっていきました。 で、自分の妻も最小中条の子供を見ごもっていますよね。だから、自分と自分の妻とが同時に同じ人の子供を妊娠して出産してしまうというような運命を受け入れざるを得なくなってしまったということなんですね。これをどうしようかということで、姉上の方は隠れて出産するために宇治の隠れ家に身を置きました。 で、そうなると、京都では、う大将。この時、お姉様は、う大将の役割を応接かっていましたから、う大将がいなくなった。失踪したということで、大騒ぎになってしまうわけなんですね。で、お父さんも落胆しました。自分の男として育てた娘が失踪してしまった。自分がやっぱりいけなかったんじゃないかというふうに思って、がっ、 もししもちろんんお母様も私のせいいだっっったんじゃなかかと思ってがっかりすするわけですよねここで出てきたのが、姫君として育った弟なんです。弟の大活躍が始まります。何をするか、自分が男に戻って、姉を探しに行きます。探し出せなかったら、私は出家します。という風うに言い出しました。で、その場でですね、美しい髪をバッサリと切って、絵星と、 カリギヌ刺し抜きという平安時代の男性の装束ですね。そういったものを身につけていきました。そうしたら失踪した右大将とそっくりなんですね。もう瓜り二つの状態。で、その弟はですね、姉はきっと吉野に行ったに違いないというふうに思いまして、え吉野に向かっていきました。その途中で宇治を通るんですね。で、 姉が隠れ家としていた家の前を偶然通りかかりました。で、暑い時のことですから、ふと見ると中が見えている。よく見てみると、美しい女性がそこにいらしたわけなんですね。わー、綺麗な人がいるなーと思って眺めたんですね。もし自分が今後男として生きていくっていうことになったのなら、あんな女の人と結婚することができたらいいなー、なんていうふうに思いながら、 通り過ぎていきました。そしてですね、その家の中にいたお姉さんの方は、表になんだかとっても素敵な男性がいる。もし私がこの子を産んだ後、何かの間違いで、やっぱり生きていこうっていうことになったなら、あんな男性と一緒になれたら幸せかもしれないな、なんていうふうに思ったわけなんですね。ここで一瞬、女に戻った姉と男に戻った弟っていうのが、 顔を交わしたっていうことですね。でも、二人とも、それとは気がつかずに、弟は吉野に行き、姉は宇治に残ったわけなんですね。<music> ちょっと先を急いで、結末がどうなっていくか。皆さん気になるでしょう一体どうなるの結末、実は、ハッピーエンドなんですよ。先に言いますけれども。 お姉さんは玉のような美しい男の子を出産しました。そしてその子を夫である最小中将に託して天になるために吉野に行きました。そしたらそこでですね、立派な男子の姿になった弟と対面することができたんですね。で、なんだあなた弟あの時のあの人はあなただったのかということで、二人は巡り合うことができたわけなんです。 そして弟と姉はですね、お互い辛かったこれまでのことを話し合うんですね。そしてとにかく父母のもとへ帰ろう。お父さんとお母さんが私たちのことを心配しているからとにかく帰ろうよということを結論付けていきました。そしてその前にですね、改めて吉野にいる間に姫君として育った弟は男としての振る舞いを 練習して、そして男として育ったお姉さんの方は女性としての立ち振る舞いであったりとかそういったことを吉野にいる間に身につけていきました。で、二人がそうやって吉野で暮らしている間にですね、お父さんのところに立派なお坊さんがやってきて心配はしなくていい。心配無用だ。すべて 収まりますよという風うに謎の言葉を告げて帰っていったんですね。はい。そこでついに二人は京都に帰ってきました。で、京都では歌大将が失踪してしまったということはなお騒ぎになっていたんですね。一体どこに行ってしまったのかということをみんなが噂していた。そこに弟が歌大将の装束をつけて参大しました。誰も見破る者はいなかったんです。そして え、しばらく病のために吉野にこもっていたんですけれども、心配をかけて申し訳ありませんでしたということで、男性として姉の代わりに歌い賞として使えることになっていきました。で、姉君の方はどうかということなんですけれども、今度こそ女性として弟がもともと 使えていた一宮、東宮に助官として、女官としてですね、出資することになりました。そしてこちらもですね、しばらく病気をしてしまいましたけれども、これから私があなたの貢献としてお務めいたしますので、どうぞよろしくお願いしますということで、二人は丸く収まっていったということなんですね。 で、これからあとは、二人はそれぞれ男としての人生、女性としての人生を歩んでいくということになりました。 はい。では最後まとめに入りたいと思います。心理療法家の河合駿さんは、この取り替え場や物語について、非常にこうね、心理学的な側面から、秀逸な論文を書かれておりまして、それが世界的にも評価されているんですね。で、えー、まあそれはそれとして、私の思うところはですね、まず、 姉も弟も自分の思いに対して正直に生きているなということが私はすごく重要なところとして思いました。で、そればかりか両親も認めてくれているんですよね。男の子だけど女の子らしいことが好き。女だけれども男の子らしいことが好きなんだっていうそれぞれの性質を両親も認めてくれている。で、まあ否定しなかったっていうことですよね。それじゃダメだっていうことで否定して直そうということを していないなその結果、まあ、それぞれが自然な形で生きたいように生きていったわけなんだけれども、だけど、やはりある時点で男性として、あるいは女性として生まれてきた、この肉体を受け入れていくことができるようになっていったわけなんですよね。だから、ここでですね、まあ、最初は女性の肉体を持ってるけれども、なんか中身は男性。 男性の肉体持ってるけれども中身は女性みたいなことだったのが女性的な中身とそして肉体の女性的なところっていうのが見事に統合されていったというふうに私は見ているんですよね。 このあり方っていうのを社会という視点に広げていきますと、一人一人が自分らしく生きようとすることに対して、やっぱりこう、理解を持ってね、歩み寄るっていうことっていうのは、やはり大事なんじゃないかなというふうに思いましたね。それが和していくっていうことにもなるんじゃないかと思います。 で、左脳と右脳ですね。右と左、左脳と右脳があるように、女性の中の男性性とか男性の中の男性性っていうものがあって、で、その度合いっていうのは、やっぱり個人的にそれぞれなんですよね。そういった様々な度合い、多様性というものを受け入れていたのが、また受け入れてきたのが、そもそもの日本の歴史であるし、この日本の民族の、まあ、 広やかな、穏やかな、いいところではあったんではないかな、というふうに思います。はい。今日のお話が何か、えー、いろいろな見方をする、えー、きっかけになれば幸いです。日本を、かっこよく。石川まりこでした。ありがとうございました。また次の動画でお目にかかりましょう。日本を、かっこよく。日本を、かっこよく。 かっこよく日本をかっこよく。